せーの、おっす、作詞の太郎です。作詞の城です。今日は、また、抜きをちょっと解説しながらやろうかなと思うけど、はい、抜きってどこの膝、骨盤、何を言うの？力、はい、何の力まあちょっとそこら辺を、まあ、僕 の感覚とその認識でちょっと説明しながらやると思うんですけど、はい、まあよくやったのはここを持ってもらって抜いて崩すっていうやつ、抜きで崩すと、まあ二郎そこそこ持ってて、まあ、僕もちょっと力と、まあ単純に二郎がやった肘を抜くと。あとまあこんな感じですかね。でまあ膝を抜いたら今度膝を抜くと、まあこんなのは今までよく上げてきたんですけど、でちょっとこれ過去にも言いましたが、このこういう感覚は、はい、サスクシーカーでもいつもやってるんですけど、立前っていう、こうただ立ってるだけの稽古、これでやっぱり自分のもう何度も言ってますが、この全身統一された状態の力を保って立ってるっていう、それで 全体全身全部が同じ力感っていうか、それで立てるっていう、その状態で立ってて、それでまあ肘なり膝なり肘と膝を抜くとかってこういう風にやったりして今やってるんですが、でこの抜きって言ってますけど、僕の感覚では、はい、緩めるっていう感じで、はい、で緩める、どこを緩める、どこを緩める、こう支えてここを緩める、はい、でまあこれで今ジローが言った、じゃあこの統一体のこの立前の統一体の感覚から、まあ一定の力入ってますけど、ここだけを緩めるととまあという感じですね。で今度はこの統一体入ってる感じ、全形まで崩しませんが、全部緩めるんです。あすげえ、これは全部を緩めたんですね。で次が今のは体の感覚、力感を緩めたんですね、この全体の統一の感じが。で今度はそれに伴ってちょっと変なこと言いますが、脳みそ緩めるんですよちょっと脳みそも緩めると。で次はこの状態から体、力感緩め、脳みそもちょっと緩め、そして、これですね、心を緩めるで、ここでいつも言ってますが、ここでものすごく持論が力入ってるんですね。で、ここで僕もこの倒れたこの瞬間にまた勝手に力が支えて入ってるんですが、ここからまたこれを心、体、脳を緩めるとまあ。緩めるっていう、でこの体も、まあ、脳はちょっと分かんないですけど、心もまあ稽古を積んでいくとすごくいっぱい緩められるようになるの、はい、でもう一回こう見てもらって、で今この時点で2人は両手の方が分かりやすいかな、はい、こう持った時点でもう支え合いをしてるんですね。僕は次郎に支えてもらってる部分があったり、次郎は僕に支えてもらってる部分があって、でこれがまあ昔もちょっと言ったかもしれないですけど、まあ、例えば4本足のテーブルとか椅子とかだったら、足が1本でもなくなったら全体が崩れる、全体が崩れるんですね。すごい。でこれも抜きっていう風に言ってるんですけど、まあ心理に緩めて、まあ、まあこの足が急になくなったのと一緒ですね。そうするとまあ
テーブル普通に考えたらこう4本で立ってるやつが足っこなくなったらバサンとはまれるやんか、はい、それと同じ感じになるっていうことですね、うん、でもこの触れた時点でもう支え合い、支え合いが、はい、支え合ってる気ないやん、はい、ないけどもうこれで支え合いができてるんで足でもまあもう感覚で分かれば体の中心でどこでもいいですけど一番分かりやすいのがやっぱ支えてるのが足やと思う。ああ、足を下げればこういうふうにいくんですね。でまたもうこの状態からもう抜いてるんで動けないと。ああ、こういうふうになるんですね。抜きっていうのは。で技として使うのはこう今度こう持たれてあのよく技術で使うのは例えば抜く。あのこの状態から今はこの持たれた状態からいろんなところを抜いたんですけど技術として使うのはよくやるのがこのキュッと空き網を入れるんですね。が入ってるからこれはもう持論がちょっと上げられたのに対してこっち側へ抵抗してるんでこの入ってる力を抜けた落ちるんですねこれは。さあ頑張って立ち上がってみよう。まあこういう感じでずっとこれは技を使ってるんですね。上げて上げて落とす。それをあの手を取りに来た瞬間とかにキュッと入れてキュッとこういうふうにやってるわけで、まあ僕の これは技術で僕のは完全にこの持ってこの支え合った状態をちょっとこっちで失敗したかな。まあ、抜くんですね。そこちょっとこういう変な体勢、映ってないな、また。この足が。まあ、こういうふうに、瞬時に抜けば、あの、必ず相手も一緒にその崩れちゃうの。ただこうやってるだけじゃダメです。だからこれが緩める感覚をつかまながら、これが今またこう持たれて、この足をこういう動作をしても自分の体完全に支えちゃってるから何も起こらない。だから自分もこの足がなくなって自分も瞬間崩れた感じになるわけ。そうすると自分も崩れるし、このまま抜いてこういう感じでまた今日もせっかくでこれで終わろうかと思います。それじゃあご視聴ありがとうございました。はい、せーの、おっす、ありがとうございました。